いかがでしたでしょうか。ソニックファーストステージでした。それにしてもほんと久しぶりやね。ぶつ切りにしてるな。ステージ始まったらカット、ステージ終わったらカット。それよりどうしたんだ。やっていく。飛行機落とすなんてテイルクらしくもない。新型のテスト中だったんだ。煙突系の強度が弱かったみたい。飛行機なら預けといたらトーネードがあるだろう。トーネードがあるだろう。今度はもっとすごいのを考えてんだ。それもあってほら、何それ。うわー、カオスエメラルド。ファー、うん、これちゃんと透けてる。向こう透けてる。無限のパワーを生み出す不思議な石。透明感が出せてないよ。何とか動力源に使えないかと思ってさ。そうだ、僕の工房に行こうよ。見せたいものもあるし。これは僕の工房まで行かなくちゃいけないパターン。駅から鉄道。鉄道って切れたよ今。何のボタンも押してない。テイルスプレイ可能。イエー。どうやったらテイルスになるんだ。そういうことじゃないの。ああいい気持ち。やはりこの季節。海かプールよね。わかる。入れ。とりあえず電車に乗ってテイルズの屋敷まで行けばいいんだろう。どうやってこっからドアで出ていくの。どうやって出ていくんですか。あ、出た。開いた開いた。おいおい、今こっち入ろうとしてこっち、あれ、やっぱ正面に立てば開くってことか。よくできてますね。しかも実が実地続き、この辺も気になるけれども、チャオ、心の和室チャオ。知らん。カジノエリア、夜になったら開く。カジノもできる。もう至れり尽くせり、至れり尽くせりですね。動画の時間がわからん。これがステーションだったと思う。違う、上を眺めたい。上にシェンムーならできとるぞ。それがシェンムーならできとるぞ。上が眺めたい。上が見えない。くぅ、いやでもさ、ソニックがさ、その2、ソニックってあの横の画面つうかさ、横スクロールアクションだったゲームがさ、こんなもうバリバリの 3D でさ、アドベンチャーみたいにしてできるって、ある意味感動だよな。しかも喋れる。ジャンプの時とはボタンを押してる長さだし、なんか忘れて、高く遠く行ってくれな。知ってた？ある程度はね。おお、麦わら帽子のお嬢さん。これが憧れのステーションスクエアなのね。夜もカジノも海もカジノもツインクルパークも行って行って行きまくっちゃうわよ。そんな会話を人にするものだろうか。いきなり。ここはステーションスクエア中央駅。ミスティックルイに行くには何と言っても電車がお得。学術研究のためならただで。じゃあ行きましょう。学術研究しに。こんなハリネズミを連れて行っていいんだろうかしら。これ何？何？セーブポイント。君別になんかあの大事じゃないのか。はい、何すかね。ほれほれ。ほれ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 。疲れている。いきなり登場人物を疲れている。登場キャラクターが NPC が疲れている。ミスティックルーインにある僕の飛行場まで来てくれって言ってたな。どうやって行けばいいんですかね。ちょっと説明が不安ないすぎるんだが。なんだこれ。この近くにテイルスの工房があるはずよ。もっと具体的にマップとかを使って示してほしいな。不安内なんですが、多分あれ。ある程度は覚えがあるから、ある程度まで覚えてできるけど。ソニック。おい。お前はダクター・エグマン。ダクター・エグマン。いかにも
わしこそこの世に並ぶもののない天才科学者ドクターエッグマン様じゃ。久しぶりだな。そんな大ボスが、大ボスがホイ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 出てくるな。また何か大ボス自ら始めるつもりだね。今度という今度はわしの邪魔はさせん。おとなしくカオスエメラルドを差し出せばよし。さもなくはさもなくはさもなくだ。どうする、どうする。力ずくで奪い取るまでよ。ほう、もういきなりバトルだもん。いやー、234のコインを失うのはやだな。倒せるんかこれ。危ないでしょ、危ないでしょ。それは遠い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 。あー、なるほど、そうすることか。そういうことか。つまりミサイルを避けて、あのなんかあのズドーンってくるやつを当たるかよ。おい、そんな泥臭いミサイルがこのソニックに当たるって。でもそんな泥臭いミサイルが好きだらけだぞ、ドクターエクマンさんよ。そんなでかいマシンで当てようということ自体がおこがましい。ターゲットの HP が右上に見えてるな。ふほいふ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 い。雑魚が、雑魚が、もっと骨のある敵をよこせ。もっと骨のある敵を。Hey guys. また遊んでやるぜ。こりゃスーパーマグネチックニューニューも呆れとったわっていう勢いだな。ここはいいでしょ。このステージ、ここのところはわざわざ切ってから、あの切って貼ってステージだけ動画にはしなくていいでしょ。ここはね、切らないよ。ここは切らないよ。どんどんストーリーを進めていこう。第2ステージがどこかはもう覚えていないけれど、どこであったか覚えてないけど、早く逃げた方がいいよ、ドクターエクマさんよ。ボコボコにされるぞ、このハリスに。あ、好きだらけだ。おい、テイルズ、てめえ、こら。あ、なんで今運んでたんだよ。アホなのか、あいつ。よし、倒すよ。これを受け取れ。カオスに与えてんじゃないよ、そしたら。ぽいー。テイルズ死ぬ気で奪い返せ。今飛んですぐに、早く。あれはテイルズ、あの時のテイルズ。何をボーっとしょんじゃ。テイルズ、ソニックでもいいよ。ちょっと大きくなったか。おお、石板にあった通りじゃ。おい、こいつ、ここに無能がある。ここに、ここに、ここに無能がある。このカオスはカオスエメラルドを与えるたび強力に変身していくのだ。ガラスのエメラルドを全て集めれば究極のモンスターに成長する。ほう、こいつを使ってステーションスクエアを破壊し、うん、そこに我が理想の都市エッグマンランドを建設するのじゃ。別にさ、空き地とかに作ればよくね。北海道とかに作ればいいじゃん。北海道のなんか道とか道東とかに作ればいいじゃん。人があんまり住んでないところ、そういうところね。中四国の山間部とか、過疎過疎になってるところ、そういうところ。どんどん変身していったら大変なことになっちゃう。わざわざ壊さなくていいんじゃない、ないかな。エメラルドを渡させないようにすれば、今以上の変身はできないはずだよ。うるせえ。立ち回りして、カオスエメラルド。うるせえ、この無能ギツネが。さっき渡したのはてめえだろうが。で、これ次どこ行きゃいいんですかね。なんかある。同じ模様のとこに行ったら OK。 入れる、入れちゃう。入れるけど一見何もないね。入れるだけだね。どっかにこれを置くところがあるはず。これを置けばいいんだ。ちょっと待ってくれよ。落ちたかと思った。この先は
おい、落ちる。落ちるんかな。なんか落ちそうだな。普通に落ちそう。落ちるんかーい。落ちました。落ちるんかーい。油断ならねえな。油断ならねえな。ドグダイクマよりも怖い崖の、崖というものを思い知ってしまう。これを持って多分どっかに、どっかに行くとステージがあると。しらじらしいことを言うのやめよう。確か覚えがある。この右奥の方に、おっちゃん話をしよう。うい、間違えた。こうか。はい。それを持っちゃってまーす。はい。これで、こっちの方行くとステージがあって。こっちか？猿が飼われているだけか。この奥。何これ？おい。あ。ちょっと作りがちょっと、なんとか出られんのか。出られんな。よし、やめる。どこからだ？ミスティックルーインからか。これはどっからなんですかね。まあこの雑さ、この荒さがね、この荒さがソニックよ。いや、ソニックではない。このゲーム特有のものだと思うけど、確かこの辺りだと思うんだけど、こっちは何もなかったよ。何もないわ。うまいことこう視点を回転させながら乗せてくれ。これを持ったまま乗せてくれ。いけた。はい、どこなんですかね、ここは。ファンキーなミュージックが流れてる。いいっす、なんかもうそういうのはいいです。あ、これが、もうええわ、俺はステージを探している。
ずいぶん歩き回ってますね。こういうもたもたがね、あのやっぱソニックのステージだけ見たい人からしたら厳しいかなと判断して頓挫した理由ですね。これ何なの、これ実体、これ何なの。分からん、諦めて別の場所行こう。ここじゃなかったな。ここはなんかそういうあれじゃないみたいだ。ここはなんかそういうあれじゃないみたいだという日本語を使って、こっちと思うじゃん、研究者がなんかいるから。風の石はまだそこにあるかな。あった。となればこう行って滝がありますね。ここだ、ここっぽい、ここだ、よかった。おいで、上に上がっていく。じゃあここまでだな、多分ステージが始まるよ。ここ行くと第2ステージあった。